仕掛け人藤枝梅庵。表の顔は品川木地宮の社の近く、夜昼患者の絶えない流行りの針医。京都の名医津山悦堂について本格的に医学を学んだその梅庵が、なぜ人殺し請負の仕掛け人になったのか、それはまた後のお話。なんだよおめえ、味噌汁何遍に返したと思います？分かったよ、ほら、おいちょっと後で待ってくれな。ちょ元気が出ないんだからね、患者がいっぱいいるんだから元気出して。おい、いや、はぁ、腹痛い、腹痛い。これだもの、色が変わっちゃって長いこと煮るもんだから食って嫌なんだ。このしなべ加減が最高だ、うまいこと言って。どう、うまい？うまい、うまい。今晩飯いらないからな。息抜きですか？よかった。うるせえ、あいつじゃねえ。これは先生さん、今日は忙しかったんだから表出ないで、私が話するから一杯飲んで。こないだ聞いた話だろ、ね、違うよ、それだよ。嫁に来たまでだろ、この嫁に行った時のよ。分かったよ、だから後で聞くからよ。な、また次の日にな。いや、後で休止でやったらよ。これしまってくれ。オッケー。今からな、待ってろ。もうちょっと待ってろ。はい。よ、無理すんじゃないよ先生。全部食べてこれ。食べて。大丈夫だ。ちょっと手が冷たいから。じゃないよ。大丈夫。どなたさんで？私です、彦さん。梅庵さん。浅草塩入り土手の職人彦次郎、彼もまた二つの顔を持つ仕掛け人の一人だった。その道では梅庵の先輩だが、彦次郎は医師と仕掛け人という二つの道を歩む梅庵の技量と人柄に一目も二目も置いていた。伊豆屋長兵衛。あ、本庄立川ボルのろうそく問屋だそうだ。あ、それで、うん、いや、梅庵さんその仕事を受ける気かね。いや、今気が重い、疲れも抜けねえし、当分は表の顔で暮らして。だが音羽の元締めが何で伊豆屋の仕掛けを持ちかけたのか、あの若い侍が何で私を間違えて切ろうとしたのか、いろいろ気にはかかるな。でな、彦さん。分かった、ろうそく問屋なら聞き込みの筋ある。当たってみましょう。梅庵さん、どんどんやっとくなさいよ。うん。豆腐ばっかりだよ。え？彦さん、根っから豆腐が好きなんだな。うん、今頃のハゼが一番うまい。白子抱いて油が乗る日って。いつ来てもうまいもんがあるね、この茶。何？知らねえうちに誰かが黙っておいてくれるんだ。ありがてえ話だ。仏の梅庵先生、裏へ回れば人殺し。まあ善と悪とは紙一重だ。長きゃできないね、彦さん。
音羽の元締めに会った。あ、それで受けたよ。彦さんと手組むって約束でね。そうですか。いいだろう。いや、それはもう。私もここのところ伊豆屋の周り探ってみたんだがね、彦さん、あの長兵衛って男、侍上がりだね。侍？ああ、深川の船宿にも行ってみた。絵師に化けてね。怖いような色気の女だった。ああ、とうとう雪ですよ、ばあやんさん。彦さん。え？昔ね、ちょうどこんな日だった。暮れも押し迫った雪の降る日、おふくろのやつが真男と駆け落ちしてね。おふくろさんが？ああ。母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、私一人が捨てられてね、それっきりだ。母親にも妹にもなっちゃう。こいつはいけねえや。人殺しが人恋しになってね。さあ、よっぴで雪見せるな。やめろ。どこだろう、バイアンさん。高輪の当然寺か、それとも善教寺か。どうして？お腹、千住で上路したお腹、重心の時に身売りをしてね。その時初めて天ぷらそばをごちそうになったそうだ。世の中にこんなうまいものがあったのかと店の仲間にね、いつもいつも繰り返し話したそうですよ。父親も胸を患っていた。娘と一緒に江戸へ出て左官屋の壁土こねる下働きしながら、やっと敵に巡り合った時にはもう生きていく力は残っちゃいなかった。どうです、バイアンさん。ん？小杉十五郎仲間にしますか？
それは違う。それは違いますよ、彦さん。ああ、なぜね。一度落ちたら二度と抜け出せねえのが仕掛け人の掟だ。あの一途な男を引きずり込むわけにはいかねえ。じゃあお腹の一件も。まあどっちみち行き着く先は同じだ。こっちが何か助けてやれることがありゃいいが、今のうちは見て見ぬふりをしておこうや。それにこっちの仕掛けも伊豆や長兵衛一人じゃ済みそうにねえからね。他にも誰よ。女ですよ。女。どうです。ダメだね。冬場の恋と同じで潜ったき顔も出し、旅にでも出たんじゃ。いや、客は来てる。羽座の貨幣も来た。船宿のお会も来てる。中に潜ってることだけは確かなんだ。あ、別に練りがらしでもあれはねえんだ。そりゃ贅沢ってもんでしょ、彦さん。